家だと呼ばれているボルトは知ってる限りここだけだ。自分らだけで住みたいと思うのはなんだか奇妙。戦利品を見てみようよ。そこで待て。ボルト81セキュリティ、その壊れていないピップボーイはどこで手に入れたか知らないが、説明してもらえるかな。ボルト111で手に入れた。ボルト 111? 聞いたことがないな。81には何の用だ。なんで尋問されないといけない。手続きというものだ。誰でも入れると思うか。考えてみろ。それは誰、エドワード。連邦からの旅行者です。いつものトレーダーではありません。なるほど。入りたいのなら他の人と同じようにやってあげて。話をさせて。悪かったわ。オフィサーエドワードは仕事をしたまでなのよ。警戒する必要があることは分かってもらえるはず。新しく来た人には交換条件を飲んでもらうことになってる。助けてもらう代わりに助けてあげる。俺もボルト居住者だから仲間だろ。普通に入れてくれないか。すいません、マクナマラ監督官が来る前にボルト111出身だと言ってました。作動するピップボーイも持っています。そうなの。もちろん。許可するわ。エドワード、ドアを開けてアナウンスして。オフィサーエドワードと二人で入り口に行くわ。仲間はもう何週間も働きっぱなしだ。休憩が必要だ。それはみんな同じ。カル、そんなこと分かってないとでも。できることをできるだけ頑張って。頼んでいることはそれだけ。ああ、何ができるか考えるよ。でもこんな風に続けるのは無理だって分かってるだろう。ごめんなさい。もうすぐ分かると思うけど、メンテナンスプロジェクトがいくつか進行中なの。グウェン・マクナマラ監督官よ。ボルト81へようこそ。ボルト居住者の仲間に出会うのは初めて。そのボルト111はまだ稼働中なの？今は墓場みたいになってる。生存者はほとんどいない。そんなお気の毒に。ボルトで何があったの？わからない。わかるのは罪のない人たちがたくさん死んだっていうことだけだ。そんな、何があったのかしら。そんなにたくさんの人たちに。私たちは恵まれてたのね。2世紀以上ボルトをうまく維持してきたことを誇りに思ってるわ。完全に自給自足したいんだけど、どうしても調達できない資源もあるのよ。そんなに長い間うまく維持してるなんてすごいな。ありがとう、前監督官のおかげね。でもみんながそう思ってるわけじゃない。連邦に門戸を開いたことは間違いだったって思っている人たちもいる。連邦や連邦が持ってるものに関心はないのか。もちろんあるけど、みんなを守る責任がある。情報は厳選した数人のトレーダーたちがちゃんと教えてくれる。じゃあ仕事があるから。あの人たちも入れて大丈夫なんですか。許可するわ。セキュリティがいつも以上に気を配ってる。連邦であんなに長く過ごしたんだから、仲間はしっかり選んだはずよ。何か必要なものがあったらオフィスにいるから。ちょっといいですか、監督官。居住者にはよそ者に対してよく思わない人も同じくらいいるわ。だから彼らの言葉を全員の言葉だと思わないで。放射能の兆候なし、見事。ボルトに入ったからには君に目を光らせているからな。みんなに親切にして慎重に行動しろよ。怒られちゃう。
ケイティ・ピンは81で教師をしている。彼女のクラスに。ちょっと、本当に連邦から来たのかい？ああ、そうだけど。やっぱり、もしよければボルトの周辺を案内するよ。たった5キャップで。ええよ、でも金は払わない。わかった、わかったよ。やれやれ、本当にケチな人だね。今から考えておく。最後、フラッシュバックか、それとも現実？これが貯蔵庫。コムズ一家が管理してる。エリンとは親友なんだ。エリンのお母さんとお父さんはよく喧嘩してるから、二人がいるときは行きたくない。でも何か必要なものがあるなら、あの人が持ってると思う。なんで喧嘩してる？言ったらダメなんだけど、ミスターコムズがティナと寝てるってみんな言ってる。ミセスコムズは知らないんだけど、ティナと遊んでる間仕事を全部押し付けてるんだって。次は監督官です。いろいろ変なものを殺してきたんだね。レイダーとも戦ったことはあるでしょ。監督官のオフィスはあそこにある。あそこは忙しいから邪魔されるのを嫌うんだ。監督官は規則を作る。でも優しい。監督官のことは好き。規則を破った人たちはどうなる？規則を破った人たちはセキュリティが引き受ける。でも全部の警備員をまとめてるのは監督官。でもそんなことあんまり起こらないよ。次は食堂です。下に降りないと。食堂は下にあるから、みんなそこで食べるの。時々すっごく混むんだよ。サマーセットさんたちはいい人たちだよ。気に入ると思う。こんにちは、オースティン。連邦からのお客さんを案内しているのね。そうです。ここはサンシャイン食堂。せっかく作ったものを残飯みたいにされるっておばあちゃんはいつも言ってる。サマーセットさん夫婦が経営してる。すごく優しいよ。ミセスサマーセットのパイは最高。食べ物はどんな感じ？パイ以外の。美味しいよ。ミセスサマーセットがいつもこっそりおかわりをくれるし。パイを一切れ取っといてあげるわね、オースティン。次はホレーシオです。優しいって言ったでしょ。自分の髪の毛好き。僕は自分の髪の毛好き。櫛ですくのは嫌いだけど、おばあちゃんにやれって言われる。いいね。オースティン、全くモールラットの巣みたいな髪の毛をして。ここはホレンシオがみんなの髪を切ってくれるところ。エリンのお母さんがいつもここに来てる。おばあちゃんはほとんど来ない。僕には切ってこいって言うくせに不公平だと思う。新しい髪型にしたくなったらここに来るよ。髪切るのって嫌い。次はおばあちゃんです。おばあちゃんに会いに行こう。一緒に住んでる。本当のおばあちゃんじゃないけど、両親は小さい時に死んじゃった。おばあちゃん。オースティン、何をしてるの？連邦の人の邪魔をしてるの？邪魔してないよ、助けてあげてるの。あれがおばあちゃん、世話をしてくれてるの。ドクターペンスキーって呼んでいいよ。不愛想なふりしてるけど、本当はそうじゃないんだ。まさか。水栽培ラボを運営してる。食べ物はみんなそこで手に入れるんだ。
連邦からは何も手に入れてないのか。おばあちゃんが全部ここで育ててる。頭がいいんだ。次はケイティ先生です。こっち早く。ボルトの反対側に行かないといけない。どんな学校に行ってるか見せてあげる。学校なんて行かなくてよかったんでしょ。これが学校。ケイティ先生が運営してる。ほとんど退屈なだけだけど、おばあちゃんがとにかく行けって。おばあちゃんは賢い人だね、オースティン。ボルトには子供がたくさんいるのか。そんなにたくさんいない。人口抑制してるんだって監督官が言ってた。よくわからないけど。次は診療所です。下に行こう。診療所を見せてあげる。ドクター・フォーサイスとレイチェルもいいって言うと思う。でも病気にならない限り行かない。それかおばあちゃんに行けって言われない限り。これが診療所。怪我をしたり病気になったらここに来ればいいよ。働いてる時には邪魔をするなってドクター・フォーサイスに言われてる。病気になったことはある？風邪とかそれくらいかな。ここではほとんど誰も病気にならない。ミスター・サマーセットが一度足の骨を折ったことはあるけど、でっかいギプスをつけられて松葉杖で歩かないといけなかった。次はエリンに会いに行くよ。連れて行ったらエリン驚くだろうな。来てこっち。エリンとはいつも一緒にいるんだ。連れて行くって言ったけどエリンは信じてなかった。人たちだよ。あ、本当に連邦から来たの？ああそうだ。連邦の人だなんてかっこいい。お客さんなんて久しぶり。ツアーについてきてくれてありがとう。みんなに自慢できて本当に楽しかった。